第101回関西インカレ大会最終日、これが最後のレースです。大会のフィナーレを飾るのは男子一部 4×400m リレー決勝です。レベルの高い決勝となりそうです。実力もかなり拮抗しています。昨年優勝は第8レーンの関西大、昨年2位は第4レーンの立命館大学。チームで戦う関西インカレ、この種目で全てが決まります。4人で合わせて 1600m、 1マイルを走ることから通称マイルリレーと言われます。 1600m の中で今年はどんなドラマが生まれるでしょうか。仲間たちからの熱い眼差しを受けて間もなくスタートです。スタートしました。第101回関西インカレを締めくくる最後のレース、男子一部 4×400m リレー決勝です。まず1走はそれぞれのレーンを走っていきます。まあ、1走はなかなかバトンパスの瞬間まで順位が見えにくいんですが、石塚さん序盤いかがですか。そうですね、関西大学京都産業大あたりが前の方でレースを進めているかなと思います。立命館も結構いいですね。そうですね、京産大立命館それぞれがいいスタートを切って、まずは1走ホームストレートへと入ってきました。関西学院大学も期待さんいいですね。そうですね、山田君は400でですね、入賞してますので、
まあ、この中でいけばですね、まあ、実力も持ってるので、まあ、上位に渡すんじゃないかなと思います。さあ最初のバトンパスです。1走から2走へ複数校がほぼ同時にバトンをつないでいきました。熾烈な争いとなりそうです。そして2走はバックストレートでオープンレーンとなりますが、ここの石塚さん位置取りですね。そうですね、京都産業大学が2走に 200m 優勝の田中選手を投下してますので、今まさに先頭で200を通過しました。インレーンでバトンを、ね、はい、受け渡すことができますね。はい、京産大2走を走る田中颯、 200m で優勝した選手ですが、外側から関西学院大学も来ました。関西学院大学の小畑も来ている。しかし団子状態、近畿大学も外側から来て、青いユニフォームは琵琶湖大。さあどうなるか。関西学院大学現在先頭、まもなく2走から3走へとバトンパスです。関西学院大学トップでバトンをつないでいった。そして琵琶湖大、近畿大、立命館大学と続いていきます。3走の時点では関西学院大学がトップ。ただ縦1列、熾烈な争いと石塚さんなってますね。そうですね、バトンも今かなり混雑をして、京産大学ちょっと後ろになってしまったので、ちょっと厳しい戦いになってますね。2走では先頭に出た京産大が集団の後ろの方で構えています。そして関西学院大学、3走を走る青西が現在トップ。そして琵琶湖大、3走は服部、さらに近畿大学長吉が追っていくが、かなり接戦となったまま最後アンカーへとつないでいく。琵琶湖大がここで来たか、近畿大も来ている。大混戦、男子一部マイルリレー、アンカーへとバトンがつながりました。どこが勝っても、誰がここを制するか、はい、どこが勝ってもおかしくない差で渡りましたね。そうですね、近畿大が飛び出していきました。そして関西学院大、琵琶湖大、そして白いユニフォームは、これは関西大学でしょうか。そうですね、近畿大学が現在トップですが、はい、大外から琵琶湖ですかね。はい、近畿大学、琵琶湖大、そして関西大、関西学院大学、立命館、5人が競っている。そしてどんどんと抜いていったのが琵琶湖大。さあ琵琶湖大優勝なるか。しかし外から関西大学が来た。関西大学が伸びる。関西大学優勝、2連覇達成。関西大学アンカー浜田、 200m で3位という実力を見せました。タイムが3分10秒07。そして琵琶湖大が2着3分10秒48。さらに近畿大学も3分10秒台、3分10秒51。そして関西学院大学も3分10秒台、3分10秒73。ひしめき合う形となりました。おめでとうございます。今日のレースは自分自身の走りとしては不甲斐ない走りをしてしまったんですけど、この3人をはじめ関大の応援だったりサポートっていうのに助けてもらって優勝できてよかったです。すごい盛り上がりとかすごくて楽しく走れたんですけど、最後は勝たせてもらった形になったので、来年以降はこの経験をしっかり活かして3連覇とかできるように自分が引っ張っていきたいです。今日のレースは予選と違ってだいぶどこのチームも混戦で、すごく難しいレースになったんですけど、最後余力残してたつもりだったんですけど、周りの選手たちも強くて絶対1位で渡すっていう気持ちで走ってたんですけど、それができずに先輩たちに助けてもらう形になって少しも申し訳ない気持ちはあるんですけど、でもとりあえずマイル2連覇できてとても嬉しい気持ちです。2走 のオープンになってから京産と近畿と琵琶湖とかなり接戦になりましたね。はい、もう足も体も限界だったんですけど、もう何としてでも一歩でも前先輩に渡せるように必死に走りました。じゃあ最初の森谷さん。はい、自分は 200m 個人で出たんですけれども、そこで準決落ちと悔しい結果になってしまって、そんな時にこのラストのマイルで対抗総合もかかっていて、で応援するみんなや1年生の2人の頑張ってる姿で、最後のリレーの4年生最後のカンカレで頑張る先輩たちを見てたら、
この200の、まあ、屈辱というかそれを晴らす舞台として、まあ、ここが最高の舞台だなと思ってその気持ちを全部ぶつけて走りました。1日目から本当にバックストレートから寛大の素晴らしいワインをいただいていて、その中でも去年は短距離で点数を取れたんですけど、今年は本当に個人としても203番100準決で落ちてしまって、リレーも3位と本当に不甲斐ない結果で終わってしまっていて、でその中でも周りメンバーが前を向いて頑張っているところを見て、絶対周りだけは最後勝ち切ろうという思いで走って、本当に3人がいい形で残ってきてくれたので、そこで、最後を抜かすことができてよかったかなと思います。4年生の先輩らしいところ見せられました。はい、そうですね、ちょっとは見せられたかなと思います。まだまだ関東委員会の結果には及ばないので、しっかりとここから先練習を重ねていって、関東勢にも勝てるように頑張りたいと思います。と、まあ、個人をしっかりまずは調子を戻して全国の舞台でも戦えていけるような選手になることと、まあ、両リレーでまた全国とかでもしっかり戦っていけるように頑張っていきたいと思います。はい、先輩たちに助けられるだけじゃなくて、1年生でもしっかりチームに貢献できるように頑張っていきたいと、また全日本インカレでは強豪の関東勢とかもたくさんいる中なんですけど、しっかり全日本でも決勝の舞台で勝負できるように頑張っていきたいと思います。1年生からこういった大舞台で参るっていういい経験をさせていただいたので、まあ、この経験をこれからのシーズンであったりとか来年以降につなげていって、もっといい結果を出せるように頑張っていきたいです。優勝した関西大学です。ありがとうございました。ありがとうございました。